早もぎは、中華民国の軍人、南京国民政府の要人である。号は、ハイハイ、一中。1917年、保定陸軍軍艦学校に入学する。1919年、法兵科、第6期で卒業した。1930年、武漢警備司令部省省参謀長に昇進している。1932年、湖北警備旅、 朝剣部関係美指令に就任した。1934年4月、武漢市公安局局長を兼任している。翌年10月、南京に移動して、中華民族復興者に加入し、国民政府鉄道部鉄道隊、警察総局局長に任命された。しかし、長軍暗殺を図ったとして、間もなく罷免された。1936年3月、陸軍中将に昇進した。 1939年8月、王朝明に合流して、その下で中国国民党中央委員に任命された。上海で中央陸軍訓練団教育長に任ぜられ、年末には武漢水税交渉上昇主任となる。翌年3月、正式に南京国民政府が成立すると中央政治委員会委員と軍事委員会委員を兼任した。8月、 中央陸軍軍艦学校部艦文工教育長に任命されている。1941年11月、陸軍第29支市長を兼任した。翌年6月、軍事委員会参謀本部参謀総長に任ぜられ、8月には陸軍編連監督にもなる。1943年1月、最高国防会議員となる。4月、陸軍部部長に任ぜられた。 1945年3月、湖北省省庁と武漢水税主任公所主任を兼ねる。さらに、新国民運動促進委員会委員となった。日本敗北後の8月、一旦は、小解析に再任用され、国民政府軍事委員会第七措置軍葬式となっている。しかし10月に、結局は、カン,カンとして逮捕されてしまった。1947年9月18日、 早やもぎは南京で処刑された。去年51。ありがとうございます。